この日なんだけどね、これか、あ、違うな、あ、やっぱこれは、はい、三度山古墳でございます。あら、看板ないんかね。これはどういうことでございましょうかね。英風みたいなの2つ見えるけどね。ちょっと形状わからんね。いやー、わからん、どうだろうこれ。小型の前方後円墳かね、それにしてもちょっと真ん中がね、ちょっとおかしいんだけど。看板がないかね、あそこあるね、看板見えんか。あら、何にも見えませんでした。三度山古墳、あそこにあるね。ちょっと目視でわからんね、なんて書いてるんだろう。倍塚かね、大順天皇の倍塚にしても、まあね、距離的に合ってんだけどね。なんだろうこれ。方法やろな、これ。双方法。前方こういうふうにしておかしいんだけどね、形がね。まあちょっと後で調べてみましょう。何にも調べないで来るのがね、気温でございますから。お、これ見られへんの。三度山古墳でございました。看板ぐらい立ててくれたりですね、看板もないか。まあレアな古墳でございますからね。お、ポケットバッグになった。ポケットパークで書くような横にもう看板の下に書いてくれたようにね、三度山古墳で書いてくれたように、藤ヶ丘三度ポケットパーク三度どういうこと、藤ヶ丘三度になってますよ。あ、山なんかあらへんのにね、わかりません。